遅いじゃないですか。待ちくたびれましたよ。いた。え、本物？本物です。一度お会いしたのに忘れちゃいました。テレビもネットもない、狭くて汚いワンルーム。時計代わりのボロいガラケー。男、独身、コンビニバイトの夜勤。金がないので酒もタバコもギャンブルもやめた。趣味なし、友人なし、恋人なし、生きる価値なし。人生クソ。しかしマスコミもネタないんかね。この間の修学旅行のニュースまだやっとる。知るか、仕事手伝えよ。あ、いらっしゃい。あれ、また痩せた。あかんで、しっかり食べんと。働き盛りやねんから。そうですね。タバコください。あ、いつものでいいですか。あ、ありがとう。はい、千円お疲れします。ありがとうございます。でよ、その時の高さもやめへんのなんのって。もあの人頭に血のおったら何しでかすかわかんねえ人だからよ。タカさんすっげえ。ゴキやクソガキ。すいません。おどどどどどどどタバコ、タバコ。何番っすか。セッタだよ。ソフトっすかボックスっすか。ソフトじゃ。返事は。え、バイトのくせに態度悪いんだけど。お前舐めてんのか。マニュアル人間かてめえ。はあ、はあじゃねえ。お前お客様は神様だ、あがめろや。それだ、立ち祭りよ。それな。こんな神様やだな。やめろよ、タカさんの真似はやめろ。好奇。やめろよ、お前マジでタカさんに言うぞ。やめろよ、お前。いや、俺も言うわ。言うなちゃん。すいません、外でお伺いしてもいいですか。で、タバコが何でしたっけ。すっげえよ、てめえの態度についてじゃ、ハゲ。ヒートしこいてコンビニバイトしてる底辺に指導してやってんだから。謝罪とか俺いくらきちんしろ。すいません、あざます。マスク外して謝れや。どうもすいません、ありがとうございます。あれ、俺あいつどっかで見たことあんぞ。え、知り合い。いや、そうだ、お前さっきコウキって呼ばれてたよな。タカさんから聞いたことあるわ。ヤクザに弟差し出したやつだよ。お前今ダコバイトかよ。弟よりか。やめろよ。おめえヤクザの弟よりやべえだろ。お前やるじゃん。手がついちゃうから。やばい。俺逃げるぞ。人。てか熱っ。え？
ギー？どうなってんねんこれ！勘弁してくれよ！あ、救急車、救急車！もうダメなのか。でもこれもうダメだ。あ、おいおい、普通怪我人に向かってもうダメとか言うか。やっぱりあの店長人格的に問題ありだろ。つうか誰だ刺したやつら。昔のことをおちょくってきやがって。あれは天使。死に際にすげえもん見たな。と思ってたのに生きてる。とんでもなく順調に回復して速攻で退院させられた。たけ払えねえわこんな。いっそのこと連れてってくれりゃよかったのに。別に死にたいってわけじゃないけど、生きてる意味も価値もなんだかよくわかんねえし。というか俺には天使が迎えに来てくれるんだな。思ったより天国行きの判定って甘いのかもしれない。そんなもの現実にいるわけねえのに。あ、遅いじゃないですか。待ちくたびれましたよ。いた。え、本物？本物です。一度お会いしたのに忘れちゃいました。ひひ、お前飽きてたろ。コスプレイヤーな。うちには何もないぞ。渋谷行け渋谷。ハロウィン時期なら仲間いっぱいいるから。空き巣が堂々と家主の帰宅待ってるわけありますか。うわっ、本当だ、ふわふわだ。なんてことするんですか。普通出会ったばかりの間の羽掴みます。普通羽生えてないし分かんない。まったく、これだから人間は。お前何しにうち来たの。それはですね、ひもじくて。ごちそうさまです。おう、あなたが知りたいことは天使の僕の目的が何かということ、そして最も重要な、どうしてあの場に降り立ったのか、どうしてあなたの前だったのかですね。おう。それは全く思い出せないんですよ。本当何しに来たの。なんで自分が天使なのかすらも思い出せないんですよ。大丈夫なのこの子。おそらく役職的には大天使、いや四天使ウリエルあたりじゃないかなと思うのですが。随分大きく出たなと。まあ自分が何者かも定かではない。そのような不安定な状態で街中歩き回るわけにもいかず、仕方なしにあなたの家に来たというわけです。のこのこ人前に出てしまうと信者に追いかけられたり、未確認生物の捕獲だ実験だと機関もマスコミも大わらわになりそうですしね。で、うわっ、何ですかこの汚い布は。うわっ、侵入してる。床汚いですね。
天使がチンゲっつったぞ。おい、はい。おう、コウキ、調子はどうや？退院しました。あの、今月もっとシフト入れる。いや、いい、クビやし。え？クビ。マジっすか？マジ。でも病院の支払いが。あんな事件もあったし、しばらく人手はいらんわ。コウキ、お前には同情するけどな。まあ、わかるやろ。あの後処理大変やってんの、お前。もう血の跡がすごくてな。警察も来たけど、お前の方は大丈夫か？コウキ？もしもし？コウキ？聞こえてるか？マジか。お前どうした？ずっとあなたの感情がダイレクトに流れ込んでくるんです。もしかしたら僕はそばにいる人間の感情の変化で羽が抜けてしまうのかもしれません。え、俺のせい？ああ、今かわいそうとか申し訳ないとかそういう負の感情を出しましたね。また抜けましたよ。あの、羽がみそぼらしい風体になる前に試したいことがあるのですが。本当に誰もいませんね。こんなとこ誰も来ねえよ。僕が飛ぶまでしっかり見張っててくださいよ。はいはい。え、試したいこと、飛べるかどうかってこと？ええ。最初僕を見た時、神々しく舞い降りて見えたっておっしゃってたじゃないですか。そこまで褒めてないけど。空に近づけば何かしら変化があるのではと思いまして。ダメそうです。羽が抜けたからですかね。ひゃこの辺も抜けちゃってる。別に触らないでくださいよ。特にこの付け根の部分、こそばゆいです。すいません。全然飛べない羽でも大事にしてくださいよ。天使はこれでもかというくらい繊細なはずですから。人んちに不法侵入してきたやつの発言とは思えん。大事にしたらあなたに幸せが訪れます。え？幸せになれます。多分。おい。いえ、そうに決まってます。何せ僕は天使なので。羽がすごい邪魔なんだけど、上向くかそっちやってくんない？仰向けで寝るのは羽がつっかえて厳しいです。かといってあなたの方を向いて寝るのは汚…眺めが悪い。分かったよ。俺もうちょっと恥で寝るよ。
あなた、本当意外ですね。見た目は怖そうなのに。悪い意味でよく言われた言葉だ。見た目ほど度胸も根性もねえのに。優しいって意味でですよ。ああ、今一つ分かりました。天使はそばにいる人間の感情の変化をもろに食らう。負の感情であれば弱体化、そして性の感情であれば性器が溢れるみたいです。そうか。はい、だんだん自分のことが分かってきました。それはよかったな。はい、ではおやすみなさい。なんだこいつ、どうせ朝起きたら本当は天使なんていなくて夢でも見てたってオチなんじゃないだろうか。天使なんて今時小学生でも見ないような。やっぱ夢か。おはようございます。あ、勝手に着れそうな服お借りしました。部屋干しのせいかちょっと匂うんですけど、この際文句は言いません。言ってんじゃん。カーテンも窓も本当に汚いですね。夢じゃなかった。普通にいる。全然いる。天使ってみんなこんなにふてぶてしいのか。あ、そういえば言い忘れてました。生きててよかったですね。別に、あの時死んだってよかったよ。めったなこと言うもんじゃないですよ。俺みたいな人間が生きてて価値がありそうに見えるか。価値を見出すのはあなたじゃないですか。そんなことより、確かなことは、そばにいる人が心身ともに健やかであれば天使の羽も回復するということです。故に飛べるようになるまで付き合ってもらっていいですか。下履けよ。こうしてこのクソ狭いワンルームで俺と天使の奇妙な同居生活が始まったのだった。だけで愛せた。